次の方どうぞ。失礼します。はい、ではまず履歴書をお願いします。はいはい、はい、ではじゃあ軽くまず自己紹介を。はい、北海道から来ました坂口翔平です。はい、私は高校時代から映画を友達と二人で作ってまして、はい、今はいろいろあって一人で作ってるんですけど。え、どうかしました？あ、あの後ろの方は。え、ちょっと言ってる意味がわからないんですが。え、見えないんですか？あの、ふざけるなら帰ってもらっても構いませんが。あ、違います。あ、すいません。では志望動機を。はい、私はもともと映像に興味がありまして、御社の行っている、事業が許さない。許さない？許さない？違います。あの御社の行っている事業が、自分に合っていると思い志望しました。はい、ではもしうちで働くことになった場合、5年後の自分が一体どうなっているかっていうのをちょっと話してもらっていいですか？はい、御社で働いた場合、5年後には殺す。殺す？殺す？何を言ってるんですか？違うんです。もういいです。面接はここまでにします。そんな。お帰りください。失礼します。帰り道にはお気をつけて。え？旅は続く。失ってるまで戦々恐々なんてしてる暇もないくらいだし。どうなんかなくたっていいしない方がいい。今日も上ちらほちらと